用トらは中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家。字は嘘ン。南京小弁学堂を卒業し、中国同盟会に加入した。侵害革命の際には南京攻略戦に参加している。1913年の第二革命に際しては、高校の参謀を務めたが、敗北して日本に亡命している。この時、孫文の秘書を務めた。 1915年、遠征外が皇帝を自称すると、ヨートラは急遽帰国して、これに組みし、チャンスー軍総司令、海軍陸戦隊司令県海軍総司令代理として抜擢された。しかし12月4日に、ヨウは軍艦、はじめはお引き入れて、ハゲ放棄を決行した。そのため、当初の縁への服属は偽装であったとみられる。同月末に、五国戦争が、 本格的に勃発した後、翌1916年には、五国軍の長江した有志令に任せられ、人その日と共に、降院放題などを攻撃したが、これは、失敗に終わった。1917年、孫文が五方運動を開始したため、洋虎も、甲州で、これに加わり、五方軍政府軍事委員に任せられた。翌年3月、五方軍政府三軍どころ三軍に任ぜられ、 後に、学軍総司令に転じた。1922年、公衆非常大総統府参軍となり、同年に、陳慶明が孫への兵変を起こした際には、洋が孫を警護している。翌1923年4月以降、大本営海軍特派員、大本営参事、大本営海軍諸所長を歴任し、海軍の事務を処理した。百二十四年には、北末内属軍、 第二軍第一支市,市長に任ぜられている。孫文氏後、陽虎は、蒋介石への接近を図り、1926年に、後生で国民革命軍特務所所長に任ぜられる。陽は、浸透工作を一手に引き受け、人を殺すこと朝さのごとく、人の恐るることどらのごとしと評されたという。後に、暗記小政府委員も務めた。1927年に、 将が、上海クーデターを起こすと、要はこれに参与し、上海警備司令に任ぜられている。この時の要の浸透工作は、賃軍と共に、その殺戮ぶりで恐れられ、またこの時の功績で、将と義兄弟の命を交わしたとされる。1928年10月、要とらは、国民政府三軍どころ三軍に任ぜられる。しかしこの頃から、要は、過去の事故の功績を、 大いに不意調したため、小介席から疎んじられることになった。1931年11月、要は中国国民党第4期中央監察委員にしか任ぜられ、翌月、東部中央組織委員となる。しかし、執行委員どころか執行委員候補にすらなれなかったのであり、それまでのような経歴から考えれば、レーグルトスライエル地位であった。結局、後の、 第5期、第6期でも、要は、中央監察委員に泊まっており、要は省に不満を抱いたとされる。翌1932年に第一次上海事変が勃発すると、要は、上海保安署署長に任ぜられた。1936年1月、陸軍少将区組を授与され、同年4月には、後鉄城の公認として、省固警備司令となる。 第二次上海事変に際しては流下を守備し、味方の戦線崩壊後もなおよく抵抗したとされた。戦後の1946年7月に陸軍中将に任せられ、11月には政権国民大会代表に選出されている。1948年2月には観察院観察委員に任せられた。1949年に入ると、ヨト虎は、 完全に共産党への協力姿勢を示すようになった。同年4月には南京を守備していたキ部下と連絡を取り、中国民主同盟主席の長蘭と副主席のら隆起を救出している。10月1日の中華人民共和国建国式典にも、要は出席し、中央人民政府政務委員顧問に任ぜられた。ところが、要トラはこの地位に満足できず、中国人民、 政治協商会議全国委員会委員になりたがったと、される。そして不満を抱いた末に、紹介石や茂光青つやてに密書を送って、大陸犯行をそそのかそうとした。密書は、発送前に当局に発見され、要は逮捕される。1958年から裁判にかけられ、最終的に執行猶予2年ながらも、死刑判決を受けてしまった。その後、 用虎らは病が重篤であったために医療を付されたが、1966年3月、北京市の復興委員にて病没した。去年78、ありがとうございます。